試し引き。お疲れ様です。お疲れ様です。ということで試し引き終了後いかがでしたか。こちら、いや素晴らしかったですね。アディクトンね、ローズネック縛りということでだいぶゴージャスな試し引きでしたけどいかがでした。いやもう最高です。最高ですよね。でこれ島村楽器の新宿ペペ店さんで撮影させていただいたんですけども、これねショップオーダーということで、そのオーダーされた張本人がこちら、はい、はい、植木と申します。はい、植木さん、あのね、大宮店で、はい、あの動画に出ていただいたりもしましたけれど、はいはい、どういう経緯でこれオーダーしたんですか。風の噂で、うん、まあ、渡部さんが、うん、多分ローズウッドのネック材を隠し持っているという隠し持ってる、そう、はいはい、噂で聞きまして、これはもう面白いな、やるしかないという感じもうね、ローズと聞いたらもうやるしかないですね。もうやるしかないですね。いつまた出てくるか分かんないですからね。はい、ということで狙ってる方はぜひこの新宿ペペ店さんで試し引きしてくださいということで、まあお店にねせっかく来たのでお店探索お二人でちょっといいですか、はい、お付き合いいただいて、いよいよ、はい、ちょっとねまあいろいろずらずらずらと、この辺はハイエンドゾーンですか。そうですね、ハイエンドのダーを、うん、まあこの辺ね、これジミーウォレス。そうですね、ジミーウォレス、ジミーウォレス、はい、ジミーローレス、これね、はい、もうブラッキーシンプルなやつですね。そうですね、はい、でこういう、ね、P90 が乗ったやつとか、ちょっと可愛い、どうですかこういう鈴木さんこういうの、たまには、あ、いいですね、これ見たいな。あんまりこう馴染みないですかねこれ P90 今までいい思い出がないから、それがいい思い出作ったみたいな。なんでいい思い出ないですかね。なんかうまいこといい音出せなかった。ああ、そうなんですね。なんかダメだったんですけど。いやいやいや、確かになんかこう特殊な感じもしますしね。うんうんうん、多分まあスタイルもあると思う。うん、これはエイジドされてますね。でもこのグリーンが綺麗ですね。ね、はい、まあ、こういうモダンなギターもありますね。これすごいですね。これ何すかこれ。これも、まあ、特別なオーダー仕様。オーダー仕様。トリップカラーですね。やっぱこう間近で見るとこう、なんかこう立体感あっていいですね。こう油絵のような感じで。なんかね、写真とかで見るとまた違うんで、ね、ぜひ楽器店にこう来てね、こう、まじまじと見る。まじまじと。これはね、ヒストリー。ヒストリーもこういうなんかハイエンドな感じのやつ作ってですね。ハイグレードシリーズですね。で、これもさあね、やっぱこのあたりね、モダン的なやつありますけど、こういうの皆さん狙ってる方がいいじゃないですか。はい。あ、これすごい。プロビジョン。はい、プロビジョン。うん。これは、指板材が、はい、あ、これは、そうですね。はからんだ。指板に、コリーナボディ。コリーナ。はい。コリーナですか。コリーナボディ。本当だ。ちょっとこうね、黄色っぽいというか、はい、よく見るああいうカラーになってますけれど。そうですね。こういうの作ってらっしゃるんですね。やっぱりすごいですね、プロビジョンさん。うん。こっちもハカランダ芝。これも。はい。ハカランダいっぱい持ってますね。意外とみんな隠し持ってる。でもネック材はね、なかなかないですからね。確かに。で、まあこの辺ね、もうジェームス・タイラー、あれだ、ああ、これジェームス・タイラーもうなかなかね、 USA 製はもう高くてあれですけど、まあ、ジャパンだったらまだいけるぞと、うん、まだいけるぞという感じで、ジェームス・タイラーお好きでしたよね。ああ、僕はジェームス・タイラー大好きですね。ね、はい、自分で持ったんで、うん、はい、では鈴木さんもジェームス・タイラー、あ、全然好きですよ。ね、ジェームス・タイラー使ってらっしゃいましたっけ。大昔使ってたわかりますですよね、なんかそんなイメージありますね、はい、ね、実は僕も使ってます。あ、そうですか、はい、みんな大好き、ジェームスタイラー、あとこのドンブロシとかね、はいはい、ありますよ、ね、なんかこう気になるギターとかあります。そうですね、やっぱアディクトンか。ね、やっぱアディクトン。まあ、気になる。手前味噌すぎませんか。いや、今ざっと見て、うん、わあ、すごいなと圧倒されてたので、うん、これ一本っていうのはちょっとなくて。なるほどね。そうです。なんか割とでも定番っちゃ定番な感じもあるので。はいはいはい。はい、これ面白いですね、これ。トラフズク。ね。これ、このピックアップの形なかなかないですよ。ひび
バレ風。ああ、ほんとだ。もうめり込んでる。すごいですよね。こういう感じとか。こういうのすごいですよね。うん。ね、あ、これも、これのトラフズク。なんか丸みが特徴的ですよね。そうですね。うん。うん、で、インフィニットもありますね。うん、最近やらせていただきましたけど。はい、じゃあちょっと外の方行ってみましょうか。はい、ねえ、ブラリ、店内ブラリ動画。はい、この辺はヒストリーかな。あ、レスポール、まあギブソンがありますね。そうですね、ギブソン最近品薄なんですけど、あ、品薄なんですか。品薄です。入ってこない。はい、もう全然入ってきません。 あれなんですかね、やっぱコロナ的な、まあ、コロナ的なのもまあやっぱりありますし、売れてんの。そうですね、売れてる、まあ、人気が高いの、はい、なかなか今店頭で新品のやつはなかなか見ないかもしれない。面白いカラーですね、ヒストリー、うん、こんなカラー作ってポップな、うん、そうですね、ブルーのだいぶ、うん、わ、こういう渋いギターも箱物ですかね。箱セブンティセブン、これはあのディバイザーさんでしたっけ。そうですね、ジャパンチューンナップシリーズ、新しい。どこってことだな、これ。そうですね、日本でフィリピンだったかな、作って。あ、そう、日本で調整して。はい、まあ、こういう箱物も揃ってるぞと。この辺はエピフォンですけどね。このアイファニー、これすごいですね。そうですね、これはロシアの限定です。これいいな。これどの辺が限定で。これはもうあの、色とかカラーとかっていうのが人生で。だいぶ高級そうですよ。エボニーでしょ。そうですね、エボニーだとか、うん、でメープルのね、こうちょっとこう木が出てるやつで、ウッドパーツでもこれ86,680円。これ安いですね。なんかすごいな。なんかスイッチついてたりとか。あ、スイッチもついてる。スイッチ。ああ。タップかな。うん、ね、へ。なるほど。でこっちはベースコーナー、ずらっとね。このペペテンさんは、はい、ベースすごいですよね。ベースがすごいですね。ね、ここフェンダーコーナーですけど、ね、こっちはまだ、まあ、まだね、まだ普通、まだナチュラルな、そう、まだ普通なんですよ。そうですよね。でも、はい、この中に入るとそっちか、そっちか、そっちか、ちょっとえぐい系も。増えた弦がいっぱい。弦がいっぱい。弦が増えていきます。だいぶね。これ多いな。もう何本だと思う。ね、もう4本以上数えられないです。ね。すごいな。多弦こんな揃ってるとこないですよね。だからね。エキゾチックからアトリエ Z、 こちらはリオナですけどね。いっぱいある。ドラゴンフライ、一通り揃ってますね。そうですね、一通り、うん、ね、なるほど。あ、こっちもなんか見たことない。アトランシア、アトランシア、俺もなかなか店頭で見ることがないんじゃない。なかなかね、この木工ですよね、本当。これもまたすごいですね。なんかね、これはピックアップが回転します。回転する。はい、これがパチッと。あ、本当だ、本当だ。あ、ちゃんとあれ、あ、瓶の2つないんです。そう、違います、違います。これが似てるけど、はい、似てる、うん、それ回転することによって、何、拾い方が違う。そう、拾い方が、そうなんですよ。縦にしたいと。これ断線したりしないですか、大丈夫。あ、それはどうだろう。なんかギターになんか採用できないですか。なんか面白いですよね。シナップ回っちゃうね。うん、ちょっと今度アトランシア遊びに行こうか。アトランシアってどこなんですか。アトランシアなんか塩尻です。あ、そうなんですね。なんかすごいなんかあのマニアックなあの北欧の感じがしたんだけど、ね、日本のブランドなんですか。ちょっとこれもすごくないですか。なんかみたいな、見たことないですね。すごいですね、これ、うん、なんかみたいな。大仏の頭らしい。あ、そうですよね。全部パーツとかも手作りで、すごいですね。なんかね、いろいろあって、こういうインパクトすごい。まあ、こういうベースはもう充実してますよと。でね、やっぱりもう
島村さん初心者にも優しいですから、いろんなブランドありまして、まあアコギ、ほらさっきの見たらもすごい安く見える。こっちは中古品の、あ、これ中古ですね。中古品の、中古品も割と、あ、ほんと、あ、こういうの揃ってますから、掘り出しもありますよと。28,000円と、これ面白いですよね、これね。ラバっていうのかな、カーボン製の、ね、これ自体からもう音出るちゃうんですよね、これね、確かに、だったりとか、まあユーストでね、いろいろベース、ベースやっぱ多いな。ね、まあこの辺からギター始めてはいかがでしょうかと。うん、すごくいいと思います。ここも中古だな。いろいろありますんで、ちょっとね、掘り出してくださいよと。まあね、原畑さんみたいですけどね。そこにはなんかヘッドレスの首なしの人です。首なしの人です。首なしの人です。なんかスケールが違う。これ目の錯覚ですか、斜めに見えるね。だいたいここはスケールが長かったりとか、スケールが長い系のヘッドが長い。これも弦多いですもんね、これね。弦多かったりしますね、うん、これ8弦ですからね、すごい8弦使いこなせる自信ないですね。別物ですよね、うん、ストランドバーグ、いろんなデザイン、なんか細々やっぱいろいろ違うんですね。そうなんですよ ね、ピックアップのこう付け方とか板の種類も違いますし、うん、これはレースかな。レースですね、はい、すごいな、なんかこれレガター、レガターですね、レガター、長いヘッド、これいやすごい、カメラ歪んでるわけじゃないですか、すごいね、うん、長、これ知らないですね。マルチスケールってやっぱりすごく増えましたね。増えましたよね、すごい、うん、ね、そっちにもすごい、これね、あの以前やらせていただきました、イーゴで、あ、派手な、ド派手だ、ヒカートのボタンすごいですね、うん、これレースってやつで、あのコイルレースなんつって、あ、コイルがない、うん、はあ、どうやって音出してるのか未だによくわかんないですけど、そういうものだったり、新しいなんかがね、技術というか、ちょっとパリッとしたね、歯切れのいい音するんですけど、これすごいですね、このまたこれセブンティス、これは何なんです、これはスケルベス、スケルベセン、どこのブランドですか。ポーランドの、ポーランドか、ポーランド、すごいな、ね、スケルベセン、こういうちょっとね、えぐい系のギターも、うん、初心者ものからこういうものまで置いてある、面白い、うん、なかなかないですよ。これも私がオーダーさせていただいて、あ、野口さんの仕業ですね、はい、で、アバシ、アバシ、和紙も2本あります、日本製だと思う、あとこの AZ とかもね、これも加減多いですね、え、本当だ、加減 AZ 見たことない、7弦、この間ですよね、発売したの、AZ 持ってましたよね、ゆうさんね、そうですね、うん、AZ はまあね、優秀ですからみんなよく使ってますよ。これもすごいな、サゴ、なんかここポキッといきそうなぐらいこうくびれたセクシーな、かっこいいな、チャレンジングな、でこれね、クワッドコーテックスとか、はい、ね、こういうのもちゃんとありますよと、試せますよと、いかがですかと、これただ鈴木さん試されたことあります？まだ弾いたことないんですよ。まあ本当ですか、うん、ね、プラグインはスキルすごい使って、あ、そうですか、プラグインはね、うん、ニューラル DSP で、うん、いつもあのヒリクスですもんね。そうですね。ね、このあたりはもう馴染み深い感じですけど、はい、ちょっとどんどん回っていきましょうか。そのエフェクターコーナー行ってみましょうか。わ、ここもいっぱい。そうですね。びっしり。あの辺、多分ボスはね、しっかり置いてくださって安心感がありますけれども。からのやっぱこう
サー優秀ですよね。はい、サーはもう最近ミュージックリックするかすごい話題。これね、僕ら試し弾き会した時に、なんか一番人気でしたね。あのプロミュージシャンだけで試し弾き会した時、もう一番決めようぜっつってこれやっぱいいんじゃないっていう話も。リックスもね、なかなか今手に入らない。あ、そうなんですか。で、話題って言ってももうだいぶ経ちますもんね。だいぶ経ってますけど、うん、未だに人気度という感じで。この辺、オーバルトーンか。そうですね、オーディファイン。はい、オーバルトーンだったりとか、まあ、ベムラムもありますよと。なんか、お好きなエフェクターブランドってどこですか、ゆうさん。僕ね、個人的にこのイデアサウンド、はいはいはい、全部は試してないんですけど、うん、新しいやつがね、これかな、はい、ディストーション版めちゃくちゃ良くて、はい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 、すごいいいですね。ね、そうそう、ラット系なやつもあったり、ディストーションもあったり、新しいね、うん、いいですよね、はい、ね、鈴木さんも、うん、僕も、ね、デモされてましたね、はい、いいですよね、そうだ、うん、なんか最近気に入ってるブランドとかありますか。特にないんですけど、でもね、うん、サーとかは気になってますね。あ、そうですか、うん、あんまり使ったことない。ないです。以前の今探してるね。ラクエリックリップスおすすめです。みんな好きです、ね、マルチエフェクターもしっかり置いてましてね。ノルワーだの、なんだの、この辺知らないの。刀サウンドか。刀サウンド聞いたことあるけど、日本のメーカーですね。これはベース用、ベースファズ、大優勝だね。いろいろあります。こっちはフェンダーか。フェンダーだいぶしっかり揃ってますね。フェンダーはサンキのフェンダーはもう綺麗です。これ、ラメ入ってます。ラメ入ってます。すごいね。すごいな。さすが気づくところがすごい。で、このハイブリッド2ストラトフェンダーはジャパンって書いてますよね。うん、ジャパンをこうラメ入れてきましたか。ハイパーソンラメ。独特の、いや、新しくていいじゃないですか。こういうね、ハムシングルハムのあのメープルが張ったようなメキシコなんだ。なんかこうフェンダージャパンとかフェンダーメキシコとかあんま書いてないですね。そうです。裏見るヘッドの裏見ると、はいはい、まあこう書いてある、一応書いてあるけど、ちょっとこう大々的に出してないですね。そうですね。時代が変わりますね。そうですね。あ、でもこの、ね、日本のこの、ね、国旗がこう書いてあるのがジャパンですよっていうことなのかな。はい、うん、こちらヒューストンのワインなんですけど、ちょっとあっち行ってみましょう、うん、ここもテレキャスターかな。フェンダーの ね、フェンダーヒストリーとかはみんなテレキャスト好きですから、あの辺は。なんだこのという。あ、これ雅テレ。はい、雅さんの。雅さんね。雅使いやすかね。あ、これもう売ってるんですね。出ます。売ってるのかなと思いながら見てたら、こうなってるんだ。だこれがね、何でしたっけ、マーベリック。そうですね、マーベリックね。ね、アームで、このリアはこのダンカンのダブルコイルのやつで、でセンターは普通のスタガードのやつ。でサスティナーがついてる。だいぶこだわってますね。宮城さん本人がこれテレキャスターじゃないって言ってましたからね。そうですよね、はい、テレではないですよね、はい、どう考えても、こんな感じですね。あ、リョーガもなんかこうペグがおしゃれになってますね、これね。安っ。いくらですか。お万すごいな。ボディがちょっと薄めなのかな。これは全体的にそういう企画なんです。そうですね、安いから出て綺麗に作ってますよ、本当。そうですね。このフレットのサイドなんかこの最初から丸まったフレットを打ち込んでて、丸まっ、何それ、最初からそう丸まって、今打ってから丸めなきゃって丸めたやつを打って、そうそうそう、そんなことなってるんですか今。最近の
はい、これもこれもいやこれは違うんですよ。これは違うの。これはこのこれちょっと廉価なやつはそういう風にコストカットしてる。そうなんです。すごい、進化してますね。そうなんです。最近のやつだ。ああ、だいぶ考えてますね。え、どこ製ですかこれ。これは中国製ですね。あ、そうなんだ。中国でそんなこの値段でね。いやすごいですよ。あ、あレリシだ。レリシだ。バコバコここは変えられてね。はい、この裏を見るとあ、ちょっと抜いてもらっていいですか。はい、カチャッとちょっと、ね、磁石で決まってるんでね、カボッ出ちゃうね、そういう感じになってる。もう開放だよ、ピックアップ開放だよ。鈴木さん、ピックアップ好きなやつってありますね。あ、ありますよ。どこのブランドが好きですか。難しいね。言えないかな。言えないかごめんごめん。ちょっと。そうだ。あります。あの僕ベアナックルも好きさ。あのねやっぱりたくさんついてますよね今いろんなもの、ね。ありますね。採用するとこ多いですよ、ね。なんかあのこう特集であの雑誌の企画で引いた時にすごい印象的なんですよね。はいはい、バイオン感が。でこれベアナックルとかねあのつけられるんですよ。ベアナックルのラグナロウ。ヘビなやつ、うん、今日はちょっとヘビなライブだっつう時はもう付け替えるみたいな、うん、でここみんなの好きなパシフィカ、パシフィカ、ね、パシフィカといえばもうで電動詞やめてくださいよパシフィカのねもう一番売った男といういやいやそんなねそうこちらにはアコギコーナーですね。これね楽しいんですよ。クリアコギター聞いたことありますか、ね、あります、あります。そうそう、アコースタソニック、アコースタソニックボディシェフも知らないしいっぱい増えましたからね。そう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 、ストラットペペジャズマスターね、うん、それぞれちょっとずつね違うんですよ。ほらこれピックアップこんなだったりとか、ピックアップが違うんだ、うん、本職もちょっと実は違ってきたり、若干ね、そうそう、最近はこの、はいはいはい、メキシコ製で、メキシコこれいいじゃないですか。やっと値段がなんかお手頃なとこに近づいてきますね。意外とね、ちょっとね、つけないですよ、ちょっとね、ちょっと持って帰ろうかなっていうのはちょっとね、勇気がありますけど、これいいな、あ、知らなかった。これ最近ですか。最近です。やっぱ楽器屋って来なきゃ分かんないこといっぱいありますよね。そうそうそう、本当にね、なんか SNS とかで自分の好きな情報ばっかこう見ちゃうっていうのが始まりますけど、楽器屋来ると楽しいですね。そ う, そ, う そ, う、そうなんですよ、面白い、ね、ご馳走されてる方ね。ここはね、アコギがいっぱいありまして、うーん、こういうトラベルギターみたいなのもあったりね、しますね。もう何から何まで、まあ、揃ってるわけですけど、アコギなんか持ってます？ユウさん。僕はね、高峰のね、うん、アコギだけですけどね。ああ、どうですか。なんかライブとかエレアコみたいな。エレアコですね。これなんかかっこいいな。こうマリブクラシック。このヘッドでね。ね、小ぶりですよね。だいぶね。それこそマリブ海、海にも連れて行きたい。鈴木さんは？アコギ何使ってらっしゃいますか。アコギはね、僕今はメインはヤマハだけど、他にもあります。あ、本当ですか。多分テイラーが一番。あ、テイラーね。やっぱみんなお使いですよね。ね、弦もしっかりいろいろね。鈴木さん弦は何ですか。僕はね、今迷いながらダダリオの、一番、割と最近のコーティングのやつ。あ、コーティングなんですね。そうです。名前忘れちゃった。ダダリオコーディング、ダダリオのこっち、あ、こっちにありますね。あ、なんか新しいコーディングあります。あ、これやすいです。あー、エリクサーじゃないのはなんか理由はあるんですか。 あのぬる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 すぎなくて、あ、そうなんですね。適度なガサガサ感がないので、確かに、まあ、こっちちょっとツルツルする感じがありますね。 それが好きな人もいる。うんうん、弦に食い込んでこないってことで、うん、アディクトンはあのデフォルト何。デフォルトはエリクサーのナノウェブの10、あ、そうなんですね。まあ、そうですね。まあね、やっぱ試奏してもらうときにはやっぱり貼ってあると、そうそう、それは大事ですよね。耐久性があって、うん、
書籍もね、ぜひ立ち読みしてくださいと。いろいろね、こういう雑誌ね、みんなね買わなくなってるとか言うんで、ちょっとみんな買ってくださいね。あのやっぱりね、雑誌にしか載ってない情報いっぱいありますけど、ウェブに載ってない情報いっぱいある。そうだよね。これをこれ俺やったわ。あ、本当ですか。何講座、何あれですね、IKマルチメディアですね。あ、はいはいはい、エフェクターです。あ、レビューね。そう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 、なるほどなるほど。でも今ちょっとすぐ見つかんないんだ。うん、僕ね、あのここ、これに出させてもらってます。ゴールドトップがあるんです。これ、うん、こっちですね。そう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 、はい、ほうほうほう、うん、書いたの、あなた、買ったんで。買ったんだね。そうそうそう、いや、そうなんです。そうそうそう、なるほどなるほど、そうそうかな。そうそう、ビーズの松本さんのと、あとなんだっけ、斉藤和義さんとか、奥田民生さんで山口勝てていうのが多い。へぇ、いや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 、もうすごいすごい、買ってよかったなみたいな。はい、ということでブラブラ回りましたけれども、楽しかったですね。やっぱ楽器屋さん来るといろいろ分かっていいと思うんで、あのアディクトもありますので、ぜひぜひ、あの新宿にお立ち寄りの際は島村楽器ペペさんにお越しくださいということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。